奈良県大和郡山市。新幹線が通らないこの町にある男の子がいます。あれ岸田守くん3歳。電車や新幹線が大好きです。中でも6タイヤを好きな人。はい。お気に入りは黄色いボディが目を引くドクターイエロー。こうして遊んでいるときはとにかくご機嫌だと言います。見せてあげて。じゃじゃーんって。お昼寝用のブランケットからお出かけの靴まで何でもドクターイエローです。ドクターイエローといえば、東海道や山陽新幹線の線路や架線に異常がないか走って検査する、いわば新幹線のお医者さん。阪神・淡路大震災の後、復旧に向けて点検を重ねました。イエロー7両ドクターイエロー7両でした。まさに日本の大動脈の安全を支える縁の下の力持ちです。ヒロ乗ってくれる。上向いてくる。上向いてドクターイエロー描いたの。すごいやん。完成。もうこれで終わり。すごい。憧れのドクターイエローですが、守くんまだ一度も本物の黄色い車体を見たことはありません。そんな矢先に飛び込んできた引退のニュース。守くん家族はある計画を立てることにしました。まあ、じゃあ今さ、見たい新幹線何？ドクターイエロー。ドクターイエロー見たいねんな。見に行きたいな。今度父ちゃんと見に行ってくる？うん。今日行きたい。行きたいな、うん。ドクターイエローに会いに行こうというのです。しかし、10日に一度ほどしか走らず、運行ダイヤも非公開。いつどこに現れるのか、手がかりを探ります。日曜日やったら行けるな。なんか京都は公園がね、でそのよく見える。情報をかき集め、今月7日に走る可能性が高いことを突き止めました。ミニ君楽しみ、嬉しいな。何着ていこう？服着てるのは服と、服と靴と履いていくな。いよいよ当日。この日を心待ちにしていたのは守くんたちだけではありません。もうね、そんな大した装備はないんですけれども、いいじゃん、私のあの大事なカメラです。京都市に住む安川和歌子さんは、ドクターイエローの色に魅せられて撮影を楽しむ、いわゆる撮り鉄です。本当にマリーゴールドイエロー、あ、なんてかっこいいんだと思って、そこからです。なんかね、見せられましたね、あの黄色に。景色に映える黄色い車体を写真に収めようと、これまで訪れた場所は20カ所以上。これがね、あのアイオイなんですよ。アイオイの駅なんです。もう3年下っていく500系新幹線と上り のドクターイエローっていうのがあのすれ違うんですよ。でもう今は見れないんです。ダイヤ改正で。これまでの一番のお気に入りは富士山を背負ったこの一枚です。晴れたし、関節の富士山で、青空で。ちょっと大げさですけどね、生きててよかったなぐらいね、綺麗でしたよ。新幹線の運転士だった父の影響もあり、ドクターイエローには特別な思いを抱いているという安川さん。撮影に行ってこうレールを見てると、ああと思いますね。このレールを父も運転して走ったんだなとか。まだ走ってくれるし、まだね、お仕事、計測のお仕事をしてくれると思うので、私はもう可能かな、可能な限りかっこいい姿をもう記録したいなっていうのは思ってます。
相棒のカメラを携え撮影に向かいます。その頃、こんにちは。よろしくお願いします。奈良から電車で1時間、守くんとお父さんは新幹線が近くで見られる京都市内の公園にやってきました。ドクターイエローの靴と服を身にまとい、お母さん手作りのお弁当を持参でその時を待ちます。100% じゃないっていうところがなんかねそれで来てくれたらすごいこう嬉しいなっていうのがあって、はい、もう期待しております。はい。一方の安川さんも知る人ぞ知る一級の撮影ポイントに到着しました。いっぱい貼ったこんにちは。すでに陣取っている撮り鉄仲間に混じりカメラをスタンバイ。黄色はね目立つんで、うん、見たよね。わかります。遠くから黄色がね迫ってきます。あと2分ぐらい。この日のドクターイエローは東京方面から大阪方面への走行。滋賀県米原市を通過し着々と2人のいる京都に近づきます。そして来ました。30秒ぐらい。見せてもらってもいいですか。見ますか。こんな感じですあんまり上手じゃなかったかも。でもね、晴れなんであの影落ちがちょっと大きくしてますけど、こんな感じで一瞬のために長いこと待ってます。守くんたちのところにも。いいです。これで、あ通った。ほらほら、手振って手振って、お仕事頑張ってねーって。すごい。うわ、ほんまにおるんや。すごいもうすごいしか感想出てけへん。あ見えた今守るくん。バチ見えたな。何色やった。黄色。黄色。うん。どこがかっこよかった。ライトと車輪。ライトと車輪また随分と渋いな。渋いところが生で初めて見たんでちょっと感動しちゃいましたね子供よりちょっと僕の方がテンション上がっちゃいました見ると幸せになれると言われるドクターイエロー。引退するその日まで安全と夢を運び続けます。